指数の拡張についての第4回。今回は指数を有利数にまで拡張するための一番大事な前提となる類状根についてお話ししたいと思います。テキスト丸四ページを開いてください。n が正の整数であるときに n 乗して a となる数。言い換えれば方程式表現すれば3行目にあるように X の N 乗イコール A。こういう方程式を満たす数 X のことを A の N 乗根というふうに言うわけです。皆さんがよく知っている平方根。これは二乗根のことでありまして、それは X 次乗イコール A。これを満たすような X のことでありました。 で、二条根のことをまあ平方根、三条根のことを立方根という。これはまあ、歴史的な言葉遣いになりますね。で、しかし、四条根、五条根、六条根って、こういうふうに、n が大きい場合、大きいの整数になる場合、そういう場合も考えますので、こういう平方根とか立方根とかいう歴史的な言葉遣い。で、これは破綻するわけで、私たちはこれをまあ、二条根、三条根、四条根、こういうふうに言ってしまおうというわけですね。 それらをまとめて類乗根と言います。一般に類乗根を考えるときには複素数の世界で考えるのが筋がいいわけでありますね。複素数の世界で考えるならば A の N 条根というのは N 個存在する。こういうふうに言えるわけです。でしかしながら、ここでは実数の範囲で類乗根の性質。 これを調べることにいたします。7行目、実数の範囲で考える。ここのところ、アンダーラインがすでに引いてありますけれども、特に注意していただきたいと思います。8行目の例、9の2乗根、まあ、いわゆる平方根のことでありますが、それは3とマイナス3になりますね。かっこ2、8の3乗根。で、それは実数の範囲で考えますと2だけなんですね。 で、マイナス8の3乗根は、マイナス2。で、4の4乗根。それは実数の範囲で考えてますから、プラスマイナスルート2。こういう風になってるわけですね。で、一般に、11行目以降でありますが、n が奇数であるとする。例え奇数っていうことは、3乗根とか5乗根とか7乗根とか、というやつですね。x の n 乗イコール a。それを満たすような x。 それを実数の範囲内で考えますと、A が正であっても負であったとしても、A の N 乗根というのはただ一つある。右にグラフが書いてありますが、X の、Y イコール X の N 乗という関数。で、これはこんな感じのグラフになっておりまして、Y の値を A というふうに決めてやります。で、そうすると、N 乗して A となる。そういう X の値。それがただ一つ定まるわけでありますね。 で、それを一般に15行目のように N 条根の A。これ平方根の記号のところに N を入れたものでありますね。平方根記号を拡張して使うというわけです。で、えー、この <coughs> A が0より大の時にはマイナス A が負の数になりますが、マイナス A という負の数に対してその N 条根というのを考えますと、 それはちょうど A の N 条根にマイナス1をかけたものになるということですで。そのことはそんなに難しいことではないんですね。というのは、ここで言っていることは、カッコ3番。マイナス8の3条根はマイナス2。この性質がですね、8の3条根、カッコ2ですね。8の3条根は2であると。したがって、マイナス8の3条根はマイナス2となる。こういうことを 15行目、16行目、一般化して述べているだけであります。これが、n が奇数の時ですね。3乗根とか5乗根とか7乗根とか、ということについて言える話であります。他方、n が偶数の時はどうかと言いますと、n が偶数の時、y コール x の n 乗のグラフ。まあ、皆さんがよく知ってるのは n が2の場合でありますね。y コール x の地上のグラフでありますが、まあ、似たようなグラフでありまして、まあ、原点が頂点で、 y 軸対象。そういうグラフになるわけですね。で、一般にそういうときには、a が正のときには、a の n 条根は、正と負に一つずつある。実際、例えば、上の例の1、4にあるように、9の2条根、あるいは4の4条根、これは正負に一つずつある。 わけですね。3とマイナス3。あるいはルート2とマイナスルート2。政府に、えー、1つずつある。そこで、その正の方を N 条根 A というふうに表すというわけです。従って、私たちのカッコ1の例で言えば、2条根9。で、まあ、普通は平方根9という,うルート9です。そうですね。ルート9イコール3と表すですね。同じように、カッコ4に対応して、 4の4乗根、4乗根4というのは、ルート2となるわけであります。で、その時に、20行目以降、この時に、負の方は、n 乗根 a のマイナス1倍、こういう風に表されるというわけです。で、a が正の時はそうなんですが、a が負の時はどうか。a が負の時は、a の n 乗根は存在しないんですね。複素数の範囲には存在するのですが、実数の範囲には存在しないわけです。 すでに注意したことですが、n が2のとき、それは二乗根ということになりますが、二乗根のときにはわざわざ2というのを書かずに、ルートーという記号だけで表すということです。でまた 私たちは A が正の時、A、あるいは A が負の時っていうふうに言いまして、A が0の時について話してこなかったんですが、A イコール0に関して3行目の方程式を考えると、X の N 乗イコール0っていう方程式ですね。X の N 乗イコール0っていう方程式は、X イコール0という解を持つだけでありますので、従って25行目のように、N が奇数であっても、偶数であっても、0の N 乗根は0と。 こういうふうに約束するわけです。テキスト丸五ページに進みましょう。例。えー、ルート16は何ですかこれは言うまでもなく4ですね。えー、16の正の平方根を表しているわけですね。カッコ2。マイナス27の立方根は何ですか三乗してマイナス27になる数です。それはマイナス3ですね。もちろん、十七三乗して27になる。 そういう立方根。立方根27。それが3である。だから、立方根 -27 はマイナス3である。こういうふうに考えてもいいですね。2行目。かっこ3。0.0016の4乗根。4乗して0.0016となる。そういう数が存在するかというと、ちょうど0.2が4乗するとそういうふうになるわけですね。 4乗すると0.0016となる数は0.2のほかにもう一つマイナス0 2がありますけれどもそのうちの正の方を表すということですね。とい2番ではしかし3番4乗根としては正の方だけが取られるこの辺がなかなかこの規則に馴染めない最初の なんてうんですか、ハザードというか、トラップといいますか、学習の障害だと思いますね。奇数条根の時には、負の数も考えることができる。偶数条根については、必ず正の方を取る。こういう約束。これがあるということをしっかりとマスターしてください。カッコ4番。243の五条根。3の五5乗すると、ちょうど243になりますので、 243の5乗根は3というわけですね。えー、ついでに、皆さんに、カッコ5っていうのを追加してもらいましょう。カッコ5。5乗根。5、えー、乗根の中身がマイナス243。つまり、マイナス243の5乗根。これはどうなるか。で、これは、マイナス3となるわけですね。えー、奇数乗根に関しては、負の数を考えることができる。で、偶数乗根に関しては、正の方だけを取る。 とということです3行目4行目の問いこの以上の規則を練習するための問題ですねこの類条根について理解できてないとこの後の話につながっていきません類条根についてのちょっといやらしい約束ありますがしっかりと復習していただきたいと思います